こんにちは、ごち母物語の花です。人数が多くて物が多い我が家、何回片付けてもすぐ散らかるし、定期的に断捨離してるはずなのになぜか溢れ出る不用品、収納問題にはいつも本当に頭を抱えています。なんと今回激安通販サイトテムさんからお声掛けをいただいたので、テムで買える収納アイテムたちを使って問題だらけな我が家の収納を見直していこうと思います。テムではお得なキャンペーンがいろいろ行われているんですけど、動画の最後ではこの動画を見てくださった方限定のお得な情報もご紹介させていただくので、収納グッズの紹介と一緒に大家族のお片付け問題を最後まで見届けていただけると嬉しいです。ではまず家の入り口玄関からなんですけど、いつもこんな感じで脱ぎ散らかされています。もう何度言っても揃えられなくて、綺麗に揃えたとしても家族が多いとこのありさまです。我が家の靴ごちゃごちゃ玄関を解決してくれるアイテムがこちらです。メタル製シューズラックなんですけど、サイズがいろいろとある中で我が家は7人分の靴を置けるこちらのサイズを選びました。こんな感じでパーツがいっぱい入ってるんですけど、説明書を見ながら早速組み立てていこうと思います。メタル製だけどすごく軽くて、ネジも使わずこんな感じでパーツをはめ込んでいくだけなので組み立てはすごく簡単でした。テムにはシューズラックも本当にいろんな種類があったんですけど、これにした決め手はラックの下に余白があることです。掃除のたびにラックを動かすなんてズボラな私には絶対無理なので、ささっと掃除できるこの余白は絶対条件でした。早速玄関に置いてみました。靴を置くとこんな感じで玄関に散らばっていた靴がすっきり片付きました。これなら片手でさっと片付けることができて、子供たちも習慣づいてくれるんじゃないかなと思います。掃除もささっとできて楽ちんで、靴だけじゃなくてヘルメットを置いてみたり、フックを使って縄跳びをかけてみたり、使い方次第ではいろいろと収納できるんじゃないかなと思います。サイズもいろいろとあったので、家族の人数や靴の量に合わせて選ぶことができます。続いてはテレビ周りです。配線が集まっていて何度見直してもすっきり解決しない場所です。すぐ埃が溜まるのに掃除しにくくて見て見ぬふりしちゃってるんですけど、面倒な掃除が少しでも楽になることを期待してこちらのアイテムを取り付けていこうと思います。ルーター収納ボックスなんですけど、壁に取り付けられる棚型の収納ボックスです。木でもプラスチックでもなくて、何の素材なんだろう、なんかすごく軽いんだけどしっかりさもある素材で、壁にかけても壁に負担がかからなそうな感じです。日本語の説明書はないんですけど、図面を見ながらいけそうなので早速組み立てていこうと思います。立体パズルみたいに押し込んではめていきながら組み立てるタイプで、素材が軽すぎてなんかパキッと割れちゃいそうな気がしてちょっと怖かったので、力加減に気をつけながら組み立てました。ちょっとコツがいるかもしれません。熱がこもらないような設計でコードを通す隙間や穴もあります。壁につけるフックが付属でついてたんですけど、今回は家にあった石膏ボードピンで取り付けていきます。取り付け場所を決めて壁にピンを刺していきます。とても軽いので取り付けは一人でも簡単にできました。結構しっかりついています。早速ルーターをしまっていきます。シンプルなデザインで見た目もすっきりしました。
今回は小さいサイズを買ったのでルーターでいっぱいいっぱいになっちゃったんですけど、デスク周りの配線の整理にもおすすめだなと思いました。お次はキッチンです。キッチンは普段の動画でもよく出てくる場所なのもあって、すっきり綺麗な状態を保てるようになりたいなと思っています。なので今回紹介するアイテムはキッチンで使うものが一番多いです。皆さんのお家でも役立つアイテムがあるかもしれないので最後までお見逃しなく。まず食器棚下を活用しているストック庫です。まとめ買い動画を見たことあるよって方にはもうおなじみの場所かもしれないんですけど、手前のものを動かさないと開けれないとか、ごちゃっとして必要なものが見つけにくいとか、見直したいなってもうかれこれ1年ぐらい言い続けている場所です。ここの問題を解決するために購入したのがこちらです。引き出し式オーガナイザーなんですけど、今回紹介するアイテムの中で一番お高いんですが、引き出し式になっているので奥のものとかも取りやすくなりそうで、ごちゃっとしやすい食品の整理にぴったりそうだなと思って選びました。早速組み立てていきます。商品ページにサイズもちゃんと表示されてたので、ここの奥行きとか高さに合うものを選びました。今までの引き出しだと中身が見えにくかったんですけど、これは引き出しがカゴになっているので中身も見えてすごく探しやすいです。シンク下でも使えそうなので、タッパーとかお掃除グッズとかこまごましたものもすっきりまとめれると思います。出し入れもしやすくて想像以上に気に入りました。失敗したらやだなと思ってとりあえず今回は一つにしたので、これは追加で購入しようと思います。続いてはレンジ周りです。狭いキッチンに物がたくさんあるので置き場所問題もあって、レンジの上にちょっと直置きしちゃってるものもあるんですけど、たまにオーブンで焼き菓子とか作るときに全部動かさないといけないのが手間に感じていました。そんな悩みを解決してくれるのがこちらです。電子レンジラックなんですけど、テムにはいろんな電子レンジラックがあったんですけど、我が家のオーブンレンジの幅や高さに合うものを今回選びました。これならオーブンを使うたびに上のものを動かさなくて済むので、使いたい時にすぐ使えると思います。あと囲い付きなのも決め手でした。上に置いたものがずれて落ちたりする心配もほとんどないし、こんな感じで付属のフックを使って物をかけたりとか、いろいろな使い方ができそうで気に入りました。ちょうどコンセントにかぶってしまいました。なので100均で買ったプラグを使って解決しました。続いてコンロ周りです。ここはあまり物を出しっぱなしにしたくなくて、ツールや調味料などはコンロ周りに置かないようにしてるんですけど、まな板は片付け場所が見つからなくてコンロに立てかけるのが定位置になっていました。でもコンロ周りを拭きたい時にいちいち動かすのがめんどくさいなぁと思っていました。そこでまな板問題を解決してくれるアイテムがこちらです。これ何だと思いますか？こうやって取り付けてここにまな板を立てかけると浮かせて収納しておくことができるアイテムです。まな板のサイズに合わせて取り付けることができます。
鍋の蓋をかけたりすることもできたり、アイディア次第ではいろんな活用法がありそうです。何かいいアイディア浮かんだ方はぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。お次はキッチンペーパー収納です。こちらのアイテムを使ってこれも浮かせて収納しようと思います。釣り戸棚に取り付けてあっという間に浮かせることができました。今までオーブンレンジの上に置いていたので毎回振り向いて取ってたんですけど、作業スペースの上に収納できて動線も良くなりました。次はこのボックスなんですけど、背面に粘着テープをつけて浮かせることができるボックスです。このボックスはシンク下のこのスペースにつけて排水口ネットを収納しようと思います。取り付けも簡単でこんな感じで浮かせて収納することができました。もちろんネットだけじゃなくてこんな感じでいろんなものを収納できるから、物が多いキッチンで大活躍しそうです。この激細カウンターに置いているエアコンのリモコン、これも浮かせます。壁掛け収納ボックスというアイテムなんですけど、これも粘着テープでくっつけるだけですごく簡単に取り付けることができました。私みたいなズボラなタイプが綺麗を保つにはどれだけ楽に掃除できるか、これにかかってると思います。ちなみにこのアイテムは下に穴が開いているので、コンセント近くに取り付けておけばこんな感じでスマホを収納しながら充電することもできます。そしてこれもカウンターで使うアイテムなんですけど、スマホスタンドです。キッチンで何かするときは YouTube を見ながら作業することが多いんですね。で、今まではコップとか子供の水筒とか駆使してスマホを立てかけてました。これならデザインもおしゃれだし、置きっぱなしにしていてもなんかインテリアっぽくてありだなと思いました。小さいのに意外としっかりしていて、ちゃんと安定感もあって立てかけることができるのでおすすめです。これは収納グッズじゃないんですけど、キッチンアイテムということで、デニム生地のエプロンなんですけど、普段あんまりエプロンつけないんですけど、可愛くて思わず選んじゃいました。結構厚手でしっかりしてるのに1500円ぐらいで安いし、気兼ねなく洗濯もできそうなので、これからたくさん使っていきたいなと思います。そしてキッチンアイテムの最後はこちらです。餃子自動メーカーで、ここに皮と種をセットしてボタンを押すと自動で包んでくれる機械です。このボタンを押すと自動でくるんと皮を包んでくれるんですけど、10秒に1回を30回連続で包むことができるみたいです。こういう機械はちょっとちゃんと作れるか不安もあったんですけど、興味本位で選んでみました。早速使ってみました。家族みんな餃子が大好きなんですけど、1食で100個以上もっとかな、もう本当にすごい量食べるので、一から作るのは大変すぎて、もう何年も冷凍餃子にお世話になってました。でもやっぱり自分好みの具材で作る餃子も食べたいなってたまに思うので、これを使って子供たちと楽しく作ってみようかなと思います。正直うまく包むことができませんでした。うまくいったのは 1,2 回で、両端は包めるんですけど、真ん中がどうしてもこんな感じで包めなくて、結局手で包み直すっていう感じになってしまいました。水たくさんつけたらなんか、あ、じゃあ水の量増やすの。
そして次はまた収納グッズです。我が家は洗面所にインナーや靴下を家族分収納してるんですけど、どうしてもぐちゃぐちゃになってしまうので、こちらのアイテムを使って綺麗に整理していこうと思います。すっきり収納できました。狭い収納ケースを最大限活用しつつも仕切りでしっかり整理できていい感じです。次はカバンの収納です。仕事だったり買い物とか子供のお迎え、病院など行き先によって荷物の量も違うし、その日の服にもなんとなく合わせたくて、すぐ手の届く場所でこんな感じでちょっとごちゃごちゃっとなっちゃってるカバン収納なんですけど、こちらのアイテムで綺麗に整理していこうと思います。ハンガータイプになっていて、吊り下げて入れていくだけなので、とっても簡単に整理することができました。どこにどのカバンが入っているかも一目でわかるのもいいなと思いました。そして最後はインテリアグッズなんですけど、こちらです。壁に貼り付けられる鏡です。ちょっと前に全身鏡を倒して割ってしまって、壁掛けできる鏡が欲しいなって思ってたところにこの貼り付けるタイプのを見つけました。こんなにペラペラだから貼り付けるのも簡単だし、倒れてくる心配もないし、しかもめちゃめちゃ安いし、すごくないですか。今回はインテリアとして取り入れてみたいなと思って、ここに付けていこうと思います。リビングにちょっと大きめの鏡があることで、視覚的に奥行きが生まれるおかげで広く感じるっていうのをどこかで見たことがあって、家族が多い分どうしても物で溢れてしまう我が家のリビングも、感覚だけでもちょっと広々とした空間になったらいいなという願いを込めて、ここに取り付けてみようと思います。貼り付けるだけなので本当に簡単でした。かわいい。確かにただの壁だったのに、向こう側に奥行きがあるように感じて広くなったような気がします。近くに窓もあるから光も取り入れてくれるし、リビングが明るくなったように感じました。私がシルバーが好きでインテリアに取り入れてるので、ここのエリアとの相性も良くてお気に入りスポットになりました。今回テムの収納グッズやいろんな雑貨を使って玄関、リビング、キッチンなどいろんな収納を見直してみました。どこか参考になった場所はありましたか？我が家の収納を見て、ここをもっとこうしたらいいんじゃないとか、そんなアドバイスもいただけるとすごくありがたいです。そして今回なんと皆さんに特別なキャンペーンをいただきました。今回私が紹介したアイテムの中からこちらとこちらの2点を 90% オフで購入することができます。我が家の収納方法も参考になったら嬉しいし、皆さんがどんな感じで使ったのかも教えてもらえたらとっても嬉しいです。ちなみに私の一押しアイテムはこちらでした。今回テムでお買い物したのは初めてだったんですけど、商品がすごくたくさんあって正直かなり悩みました。でも実際に買った方の動画とか結構たくさんあったので、事前にリサーチしたり、あと商品ページのレビューも参考にしたりしたので、通販にありがちな失敗があまりなかったのは良かったなって思います。私のこの動画も今後お買い物される方の参考に少しでもなれば嬉しいなと思います。海外のサイトでちゃんと届くかちょっと不安もあったんですけど、注文してから1週間ぐらいで届きました。今回紹介したキャンペーンは概要欄にもまとめてあるので、気になる方はぜひ概要欄もチェックしてみてください。最後に今回このようなコラボのお声掛けをいただけたのもいつも動画を見てくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。普段は大家族のご飯作りや家事の様子などを紹介しているので、
チャンネル登録まだしてないよって方はぜひチャンネル登録して応援してくださると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。